罰金取られるじゃん、必ず退場に、ね、なるとさ、はい、1回目さ、1回目は20万なんだよ、はい、あの頃累積なんだよ、え2回目行ったら40万なんだよ、はい、3回目行ったら 80万だよ、4回目行ったら160とか、車買えるだろそれがゼロになることはないんですか。まあ俺ね、やっぱりね、40万ぐらいさ、しかも自腹だよ、はい、自腹で払ってさ、NPB から領収書もらえるんだよ領収書がもらえる、ただし書き何になるんですか。いや本当にがっかりするけどさ、退場にて3回目ぐらいからね、足が止まるよじゃあちょっと3回目はもしかしたら少しこう躊躇しながら行ってる中畑さんがいたかもしれないですね。いや、いたんだよ、だから、うん、で言われたんだもん、監督行かないんですかって、お前80万だぞバカ野郎